シュガーラブスはソフトウェアの開発と学習のコミュニティである。シュガーラブスはアメリカ合衆国の非営利団体であり、シュガーの作成、学習プラットフォームの配布、及びサポートを使命としている。シュガーラブスは、シュガー学習プラットフォームの拡張や、シュガーアクティビティーズの制作を行う、教育専門家及びソフトウェア開発者のコミュニティを運営している。 コミュニティプロジェクトであるシュガーは GNU General Public License のもとでオープンソースとして提供されており利用や拡張が自由にできる。シュガーラブスはフリーソフトウェアプロジェクトで作る組織である EN ソフトウェアフリーダムカンサー・ビンシーのメンバーである。ソフトウェアフリーダムカンサー・ビンシーはフロスプロジェクトのスポンサーとしてメンバープロジェクトの管理及び資金提供を行うが 技術面や思想面には関与しない。二千九年六月二十三日、シュガーラブスは、シュガーオン、エスティック v 一ストロベリーを発表した。シュガーオン、エスティックは www.sugarlabsorg から自由にダウンロードでき。一、二部の USB フラッシュドライブに収まるので、PC やネットブックへのシュガーデスクトップ環境の導入を容易にする。 2009年7月23日に RECYCLEUSB.com と一緒にシュガーソフトウェアに USB キーを使ってプログラムを再書き込みしてそして各学校に寄付した。2009年12月8日にシュガーラブスはシュガーリリース0.86を組み入れたシュガーオン、A-Stick v にブルーベリーを発表した。ありがとうございます。